アフナ山は、純惑星、ケレスの山。ケレスの最高峰である。アフナ山の周辺地域。クレーターが点在しており、明るい点も見ることができる。アフナ山は、ケレスの平らな地表の中に飛び出したように存在する山である。衝突により形成された地形ではないと考えられるが、似た地形は他にも存在するものの、これほど高くはっきりしたものは、ケレス全球において、 他に存在しない。上面から底面にかけては明るい筋が走っているが、これらはクレーターで発見された明るい点と同様に塩などの物質によるものではないかと、また、ケレス内部からの氷の火山のような現象の結果ではないかと考えられている。ケレスの地形には法上にちなんだ名称が付けられており、アフナさんもインドの長族の法上祭から名付けられた。 アフナ3は2015年のドーン探査機による軌道からの観測で初めて発見された。平均標高は約 4km、最大標高は約 5km と推定されており、山陸の大きさは約 20km にも上る。アフナ山地形図上面図側面図、アフナ山ラモからの画像上面図側面図 3D 図、ありがとうございます。